い。お疲れ様です。細田ジミーです。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。ホスト歴10年。かつてはナンバーワンにも輝き、代表業も経験。歌舞伎町で再起を図る男、スバル、31歳。寮生活。ここが一応リビングなんですけど、そうですね、ここは2人いまして、でもう一つの部屋にも2人いて、今一番向こうの部屋に僕がいるんですけど、そんな感じですね。結構綺麗なんですよ、学生の子とかもいて。結構ここで一緒に食事されたりとか。結構しますよ、あのほぼ毎日ご飯の時間になるとみんな起きてくるみたいな今料理されてますね。今途中ですね。今日はローストビーフと、手羽中の甘辛煮、愛知料理なんですけど、甘辛煮は冷蔵庫の中身を冷蔵庫の中身いいですよ、全然いいです。結構すっきりされてます。すっきりですね。結構毎日作るんですっきりしますよね。ほんと毎日作ります。しんどくないですか？いや、作ってからジム行ってとか、もう最近それが日課になってます。まあいくつになっても、まあぼちぼちはかっこいい男でいたいかな最高ですね。なんで、まああと氷のところと、まあお肉とかこう冷凍して、冷凍食品とかないのがすごい。冷凍食品ないです。鳥とか、本当に。ジップロック、ホスト TV で出てくると思わなかった。私がちょっとね、今散らかってるからだけど。片付ける時間欲しかった。そうですね。こちらがスバルさんの。はい、そうです。ちょっと今散らかってるからね。まだね、ほんと引っ越して1ヶ月経ってないんですよ。だからちょっと、いろんなとこ散らかってるんですけど。ちゃんと掃除して。うちなんか、寮チェックっていうのがあって、はい、厳しいんですよ、申請。そうなんですよ、毎回ランキングつけられて、点数まで作られるんですよ結構上位毎回入るんですけど。こちらがトイレで。トイレですね。トイレね、これね、小狭いんですよね。トイレまで移します。いいです。そんな感じですよ。はい、ですね。はい、そう、ちゃちゃっとできる方がいいかなって。いやー、そうでした。19歳で地方の岐阜っていうところでホストをし始めて、20歳で代表になって、24ぐらいかなで代表取締役になって、まあ、2店舗と1軒バーを見えまして、で一時期辞めて歌舞伎町に28できて、ちょうど3年経ったぐらいです。大量ですよ、なんかほんと大家族みたいな感じで、パパパッと、もうあの一皿一皿に負けない。私ホストだったらここ住みたいですでも本当そうですよね、はい、なんか出てくる。そうなんですよ、あの本当にあの新人の子たちにもいつも言うんですけど、普通は新人はカップラーメンすすれって言うんですよ贅沢なんですよ、一応。ホストになったきっかけは、外仕事してて初めで、なんか腰を悪くして、その時にテレビ番組で、まあホストの番組が結構流行ったんですね。大阪のホストと歌舞伎町のホスト、どっちが売り上げ上げるのかみたいな、それを見て、まあ岐阜から大阪電車で近いんで、だからあ行こうと思って、思いつきで本当に5000円だけ持って大阪行って。見に行くじゃないですか、その店舗。はい、なんか面接がなんか嫌だなと思って、そのまままた帰ってきて、でそこからすぐ地元で、あの友達がやってて、その友達の店に来てよみたいな感じで行ってみたいな、それが始まりでした。出身も岐阜です。スバルさん、新人時代の時にカップラーメンだけで過ごすみたいなことがございます？一回もないです一回もない。変なことに僕19歳で始めたんですけど、19歳で始めた頃、一月目の給料がもう150万ぐらいもらったのか、だからあんまり苦労しんないんですよ。入って1ヶ月目とかで本当に逆断されてみたいな、本当あの自分のおかんかと思うぐらいのね、当時
非常に逆ナンされて、で一月目で本当給料そんだけで150万ぐらいもらって、1ヶ月2ヶ月後はやっぱね実力がないんで、あの切れちゃうじゃないですか。でも分かってたんですよ、切れるなって。うん、だけどプライドが高いからナンバーワン維持したいなって思って、ナンバーになった月でもナンバー落としたくないから睡眠時間2時間とかで1日5件ぐらい行ってとか、もう朝ごはん食べる家、洗濯物だけ渡しに行く家みたいな、いろいろこう行き来しましたよ。地元岐阜県のホストクラブでナンバーワンの座を取り続け、20歳という若さで代表へ就任する。小生意気で、当時は入る前から代表以外やる気ねって言って入ったんです本当に、うん、売り上げと実力あるならやればいいんじゃないっていう感じで、20歳で本当に代表してもらって、で従業員3人ぐらいでスタートしたのかな。外食でも、はい、この味ってないんですよね東京には。だからもう自分でないものを作るしかないから食べたくなるじゃないですか、はい、うん、だからちょっとこだわって作る。タラ起きて、はい、起きとるか。これ4合あります。4合あります。普段は僕はご飯をよそいませんもう作り終わったら座ってご飯よそいでって、今日は撮影中だからよそってます。はい、リセ、はい、できたよ。やったわざとらしい、やったやっと食えるうまそう。食っていいっすか。もういいよ、食べていいよ。いただきます。食べな。どっちでもいいよ。いただきます。そうそうそう、こんな感じです。まだちょっと絨毯も着てないけど、こんな感じ。いただきます。うん、もう、うん、もう、あとは洗い物と全部やってもらうっていうそう。お味はいかがですか。うまいですめちゃめちゃうまいです一番お気に入りの料理は何ですか。全部うまいんやけど、カレー好きっすね、諏訪さんの。これですか。これ作る。結局何作ってもうまいんで。ここのやつにっておいくらですか。用としてちょっとは取られますけど、料理3万ちょっとじゃないかな。3万ぐらい。3万5千円ぐらい。3万5千円でこの料理からご飯とちゃんと作る。絶対つくみたいなもんじゃないけど、須永さんが皆さんの分を作るときは食費とかも集めて。一切もらったことない。お昼ご飯ただでこんな美味しいものが食べれる、すごいです。幸せですパパって呼んでます呼んでないママですご年齢はそれぞれと言うの。ここ21です。これ19歳です。今は本当に若いけど、ちょっと前はもうちょっと年齢数がかかったんですよ。この量もコロコロ変わるような変わるし、やっぱりコストはどうせお前らもすぐいなくなんで年齢が23ぐらいになったのかな。10人ぐらいまで人数集めて、自分の当時の上司が嫌いって言って従業員が7人辞めた時すごいショックでした。うん、いやでも店持ってるからとりあえずまた集めようって思って、集めようと思って電話かかってきたやつが大分県のやつで、でそいつが友達誘うじゃないですか。そっから次奈良県民のやつが入ってきてた。岐阜のやつのが少ない店になったんですよ。でめちゃめちゃでもなんせその時飛んで苦労したけど、意外と人は集まりやすい環境だったんですよ。だから20歳の時スタートはマジで良かったですよ。本店さんに来てから無料です。初め東京に来た時は一緒に来た子と2人ぐらいしちゃったんですよ。でその子は地元帰りってなったから寮に入るってなったんですよ。そしたら店長とかから本当にここの寮が汚すぎて誰も見る人いないから、ここに住んで寮見てくんないっていうのがスタートだったんですよ。で寮かとも思ったんですけど、実際ほとんど俺は一人部屋だし結構男の子と喋るのも好きだし、うん、楽しいなってなって。でもうちの店って多分珍しいんですけど、結構寮住み多いんですよね。ナンバーワンになろうがとか幹部だろうがとか、寮スタートするとなんかもう楽しくて、寮出てくってなっても寮メンバーって住んでたりとか結構多いですよ。独特っすよね。多分そんなホストクラブあんまないんじゃないかな。
入れてきたら皆さんもっちゃりで過ごすみたいな。カバーマンさん、こういったところへの何か憧れとかあるんですか？全くない。来ないな、それは。だってタワーマンションって、あの、おかわりいただいていいですか？はい。内装普通のマンションでしょ。急いでる時、あのエレベーター長いでしょ、タワーマンションって。タワーマンでも2階とかだったらいい。今の生活に満足してる感じがあります。満足はしてないかな。この寮を出た後の詰めところのビジョンとかございます、今のところ。全然ない、全然ないけど、本当に平屋で庭さえあればいいみたいな。掃除も楽やし、みたいな。のほほんと過ごしたい。のほほんと過ごしてそう。お給料、まあそれなりにもらってますけど、でもホストらしいことは別にそんなしたくなかったんですよ。結局家賃って自分のもんになんないし、だから家賃は俺は多分その人生の中で無駄なものっていう考えが強いから、タワマンに住みたいとかこだわりがないんですよね。堅実な思考を持つ彼は後輩に慕われながら寮生活を謳歌している。タワーマンションに住むというホストらしき生活に憧れはないようだ。スバルさん、あの以前岐阜県で代表されてたっていう経歴とか皆さんご存知でした？はい、知ってました。すごい人なんだなと思って、でもなんか偉そうな顔しないんで好きでしたね。なんか本当仕事の先輩っていうよりもなんかお兄ちゃんって感じなんで。ああ、もう24ぐらいまで代表だったのかな。結構人数もめちゃめちゃ集まって、3人スタートが最終的に20数人とか。行って新しい箱を借りようみたいな。もう人数も多くなったしで借りて、当時は岐阜で一番お金をかけてもらって、内装とかも。だからそのお店になったと同時に代表取締役みたいになって、各店舗に代表の子がいますよって。であとバーもう一軒見ることになって、だからプレイヤーっていうよりはもう本当に見に行って見に行って見に行ってみたいな、その繰り返しみたいな。そのルーティーンがもうすごいね、嫌だった。ボーでも1年はやったんじゃないですかね。でホスト2店舗見て、26の終わりがけかな、一番売り上げあった店舗だったから、で人も自分で集めてたし、だから多分その給料内容が自分の中であの努力と見合ってなかったんでしょうね。もっと若かったし、もっとお金欲しかったしとか、プレイヤーの方が儲かったよねって。だから辞めるっていう感じで辞めて、寮でなくなります。そして今日は多分おかずが少なかった。いつももっと多いですね。鶏ももっとあるし、今日はローストビーフがあるからいいかなと思ったら、これで2000円いってないですからね。だから4人で割っても1人500円いってないから、すごい。スバルさん言ってることホストより主婦みたいな。主婦ね、でも前に作る多分そうなんだよ。だから得意料理はって聞かれると、前に作るから得意料理ないもん。ぐらいです。洗い物よろしくお願いします。はいと。そう、こんな感じでいつも決まります。こんな感じ。スバルさんごちそうさまです。はい、ごちそうさまです。とかご飯作る前に条件わざとつける。どうせ作るんだけど、これやってくれたらご飯作るよみたいな言うと大概してくれる。なんかホスト TV なのにこんなのほんとしたことだけでいい。なんかみんな作り込んでんのかなと思いながら見てたけど、いざやなんかこう来られるってもね、そんな俺出せんなと。次回、20代後半で歌舞伎町へ再起を図ったさらなるスバルの過去に密着。